新幹線メンテナンス、東海株式会社は、東京都に本社を置く、東海旅客鉄道のグループ会社。新幹線など、車両の整備作業から、ビルメンテナンス、窓口での乗車券発売及び旅客案内まで、手掛ける総合サービス企業である。2020年春に行われた JR 東海のダイヤ改正では、東京オリンピックとパラリンピックの開催に伴う、 法日外国人旅行者の増加を見据え、東海道新幹線では、望みの運行本数を1時間あたり2本増発して、最大で1時間あたり12本を運行するダイヤを組んだ。光と小玉を含めると1時間に17本が走ることになる。この過密な運行のやりくりのため、新幹線メンテナンス東海が実施する東京駅、折り返し運転前に行われる、 車内清掃作業の簡素化、効率化及びブラッシュアップにより、最速でも約12分用していた作業時間をさらに約2分短縮することで増発運行を支えることになる。2020年の新型コロナウイルス流行に伴い、2月28日より、東海道新幹線車内の通常清掃業務に加え、塩素系除菌剤を用いた消毒を実施。 ありがとうございます。